YouTube の評価欄とコメント欄をオープンにして、でついでに Twitter にポンポンリンクしていっぱい並べてしまったよ。いっぱい動画出してんだな俺、いっぱい弾き語りしてるんだなとつくづく思った。それと過去の自分の弾き語り聞くと、ギターのエレキギターの音がキン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 耳障りで、途中でまあそれを数ヶ月1ヶ月くらい前か、やっと調整の方法気がついて、いろいろこういじってみたら、ちょっと生ギターに近いようなソフトな音になれたので、最近の音は気に入ってるんだけど、過去の本当に耳障りだなと、やっぱり調整すべきだなということ気がついた。それとなんだっけな、歌詞カードっていうのを自分で作って、最近それを見ながら歌ってるんだけど、まあそれはそれで歌詞を間違えることが少ないし、ソフトな音で、あと口をまあマイクに近づけることで、今もマイクに近づけて喋ってるんだけど、そうすると音量的にもまあちゃんとした音で入るので、それはいいんだけど、過去の動画を見ると、なんだっけ、顔出しの大昔はともかくとして、その時には別のマイク、別売マイクでパソコンでやってた時代なんだけど、最近は iPad でやってるわけで、iPad を机の上に立てて、インカメラで、自撮り用のインカメラでこっちに座ってそれを弾いてるという動画がいくつもあるんだけど、やっぱりそっちの方は確かに iPad と自分の口の位置が離れちゃってるので、音量的にはちょっと物足りないんだけど、弾いてる状況が動画として残ってるので、やっぱりそっちの方が臨場感があっていいなと思って、これからやっぱりそれに戻そうかな。弾いてる状態を、せっかくの YouTube で動画を撮るんだから、1枚画像の裏で声だけ出てるっていうのもちょっと寂しいから、動画にしようかな。それから、Twitter はまた始めてみてつくづく思ったけど、 Twitter ってツイートをしちゃうと文字修正とか文章修正が後で直せないんだよね。ブログとか直せるので、やっぱり、どうもこうツイートする段階で構えちゃうんだよね。間違えないようにとか、ちゃんとしたツイートをせねばならないっていうんで、すごい緊張しちゃうんで、それが疲れるんで。ブログとかは後でいくらでも修正できるので、そこがいいなと思って。それでアメブロへの、リンク記事、リンクツイートを、まあ、自分の上部固定して貼ってるんだけど、人生ざっくり写真集みたいなそういう記事をアメブロに書いたものをツイートでやってるんだけど、でそのブログが修正できるので、その人生ざっくり写真集に飛ぶと、そこにいっぱい過去の写真貼ってあるんだけど、一番下の方に別途ツイートでやった YouTube に上げてある、過去の漫画集の動画を3つリンクをざっくり写真集の下の方に貼っておいた。こういうことも後で修正して動画のリンクを貼れるのもブログのいいところだなと思って。ってなことが今日の俺の出来事。